ちょっと今日一回友達がいるからびっくりした。なんで帽子買わない？帽子分けましておめでとうございます。お久しぶりです。お互い生きてましたね。いやいやいや、なんとか無事で、いやいやいや、はい、雪に埋もれたりとかもしないで。ああ、降ったね、そういえばね、はい、すごいことね。まあ外の世界はもう1度2度ですから。もう今30度くらいまで上がりましたね。上がりましたね。知ってる人。先生こけてた。先生こけてた。先生こけてた。暑すぎたかな。確かに匂いがちょっと今もう香ばしいですね。香ばしいしないの。ああ、そうですよね。自己紹介しないのって。みんな知ってる、知ってますよ。あ、まあ、赤羽のスーザンボイルという意味をいただいております。髪の毛、ちょっと、帽子かぶって。帽子かぶってください。はい、いいよ。帽子かぶってください。はい、いいよ。まあ、懐かしい。昨年の1月から3月までのワンクール、深夜でテレビ東京にて放送されておりました山田孝之の、東京都北区赤羽というテレビドラマの中でちょっと出演させていただいております。はい、おかげさまでたくさん知名度いただきました。ありがとうございます。みんな CD 買ってください。あそこに500円です。500円です。もう赤羽に来る前かというか子供の頃からもうすでにあの歌を作るというなんか作業を知っておりましてですね、多分一番最初に作った歌って5歳ぐらいなんですよ。そんな早く。いや、その時言ったのあの作るということに意味がよく分かってないか、どっかで聞いたようなフレーズに自分で勝手に考えたヒーローの名前なんか入れちゃってね。うん、わけわからないな。あのうち貧乏だったからね、あのおもちゃを買ってもらえなかったんですよ。ああ、うん、だからその近所の子供たちがね、仮面ライダーのソフビ人形ですか、口が回ってない、うん、で遊んでる時にね、手をね、こうやってやってね、ヒーロー。ちょっと遊んでた分、寂しい子供でございます。ヒーローの名前は教えない。まあ、で初めてノートにちゃんとした詩という形で書いたのが、中学校の1年ぐらい。それが、なぜか、どういうわけかテレビで流れましたな。冬銀河という歌で、うん、なぜか流れましたな。びっくりしただろうね、歌自身もね。あーって感じだよね。今って感じね。何年越しでしょ。もう20年ぐらい経ってますよね。あの時代は巡ると言いますが、20年前だとそんなに売れなかった歌なんでしょうが、今はあの解雇主義というんでしょうかね、昔 の, あの名曲ですか、四畳半ボークの頃のあの頃がまた復活してきつつあるようなので、まあまあ今のままで突っ走ろうかななんてこと思っております。まやどうしたの。うん、タバコは、タバコ苦手よ。ブラックイギリス、ブラックイギリス、ユニオンジャック。ああ、なるほど。まあ、両手のフォークなんてことが出てきたところで、ちょっとお前ら聞きたいことある。なんでしょう。あれ、ヤークスところで金もらったの。いやいや、もうあれは最初からもらわないよっていう約束だったんで。
こんな公の場でそんな会話、ね、これのこの会話を待って、そうでしょ俺しも払ってないでしょもう歌う場所がもらえるだけでありがたいんですでは、オリジナル曲から四畳半ウォークで祭りの夜を参りましょう。国語は平均と平均だよ、皆さん気づけないと近代くらい厳しみで
私北海道伊達市大滝というちっちゃい村の出身なんですが、そこであのご当地ヒーローというテレビドラマを作っておりまして、そのご当地ヒーローテレビドラマの中で自分の BGM を作って自分の歌う仕事を作ってやろうということをやってるわけですけど、こちらの林さんという方、その歌にドラムを当ててもらってからなってる方、プロのドラマーでございます。プロじゃないですか。いやいや、何言ってんの、メジャーの人たちと格闘した時点でそれはプロなの。なるほど。あのミュージシャンなんて、あの金になるから必ずもうプロじゃないからね。なるほど。それと本当にもう本当に金になってる人たちで、こんな人握りだから、こうやって言ってる。次なる歌はそのご当地ヒーローの中の第2話のエンディングで使われた歌で、約束の時間でございます。今日が辛くて涙がこぼれる夜は、優しいあなたのことをそっと思い出してみる。昨日までの悲しみや明日への不安とか、それさえも包み込む優しい人だった。どんなに辛い時も、どんなに苦しい時も、この今さえあれば笑って生きてゆける。この時だけを信じていたい。 あなたの手、あなたの瞳、あなたの優しさ。だから今この時だけが真実なのさ。 あなたの手、あなたの瞳、あなたの優しさを。私は人だから、人が好きなのです。あなたは人だから、好きでもいいのです。人を愛するものは神などではないのです。人を愛するものは人であるべきなのです。優しさにあふれた人が生きる街は、それだけで輝く素敵な街になる。そしてその街にあなたがいてくれるなら、きっと素晴らしい、きっと美しい、すべてが温かい。嘘も涙も昨日までのちっぽけな自分も、今この時に交わす言葉に勝れることはない。今この瞬間に命尽きても、もう迷わない、もう悔やまない、この言葉を信じます。いつか辛く悲しい時間が来るのだとしても、きっと大丈夫、越えてゆける、そんな誓いを乗せて。だから今この時だけを信じて、あなたの手、あなたの瞳、あなたの優しさ。だから今この時だけが真実なのさ。あなたの手、あなたの瞳、あなたの優しさを。どうも、約束の時間です。で歌ってると見知らない人がね、あなた芸人さんって聞きに来るんだよね。で、いや芸人じゃなくて、あのシンガーソングでほらギター、マイギター&マイボーカルって言うと珍しい芸人さんねって言われた。はい、じゃあ、あのとっときの歌で約束の時間ってのを今から披露するからねってね。あ、わかるわかる、約束の時間に遅れそうな歌でしょ、遅刻する歌でしょ。ノン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 、そういうの。
で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後でどう。皆さんリクエスト。神田川。神田川。ああ、はい。何？神田川。何？あなたはもう忘れたかしら。赤い手ぬぐい枕にして。横丁の風呂や一緒に手を練っていたのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな整形カタカタなった。あなたは私の体を抱いて、冷たい
とう。こんにちは、というかこんばんは。イエイ。何？こっちにも、こっちにも。マイン。超マイン。スー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 入れスースー入ってたえスーツどれちょっと見せて受けるスーツスーツ見せてよ見せてよ恥ずかしい画面が真っ赤だったなんで見せるじゃんなんで昨日4時頃にお店やってないおかしくないスーツだこの人、ね、真面目な人みたいな真面目な人でしょ真面目な人でしょ真面目な人みたい真面目だよどういくのスーツさん、こだすぎ真面目みたい誰と今真面目みたい誰だろう誰だろう真面目鏡はじめ鏡はじめだっけなんだっけ鏡開きあ鏡開きだったからスーツがなかった鏡開きだっけなんか鏡開きに行くとか言ってたえぇ、ゼロバニルさんも今年2回目だもんねそうですねですよねそういうこと？赤ちょうちんできる？赤ちょうちん。赤ちょうちんですね。赤ちょうちん？赤ちょうちん？あらか電球まぶしくて貨物列車が通ると揺れた二人の部屋でした覚えてますか寒い夜赤ちょうちんに誘われておでんをたくさん買いました月に一度の贅沢だけどお酒もちょっぴり飲んだわね雨が続くと仕事もせずにキャベツばかりを借りてたそんな暮らしがおかしくてあなたの横顔見つめてたあなたと別れた雨の夜公衆電話の箱の中膝を抱えて泣きました生きてることはただそれだけで悲しいことだと知りました今でも時々雨のように赤ちょうちんの揺れている屋台にあなたがいるような気がします背中丸めてサンダル履いて
左右から。両方。緑深き森
き続けよう。大地の果てで生きることに意味があるのなら、きっと聞こえる明日の声が、たとえ一人この身を燃やしてもできるよ。僕の声がいつか君に届いたとしてもできるよ。ラバの上でね、僕の大地はいつでも自由だから、あの今あのここからピキーンって光がピッて走って、
斉藤がなんか歌ってるぞ。怖いよ。怖いよ。え、何？替え歌？替え歌ね。替え歌じゃないよ。替え何の歌でもないから。元歌がないから。今作ったの？今作った。キャー即興だ即興。もしかして待ってる？いや全部もう撮ってます。あ、あのねライブやるときにね、もうやめてる。2回に1回ぐらいはね即興で歌作るんだけど、誰も録音録画してないから残らない歌ってすっごく多いんだよ。実は。狙いましたか？狙いましたか？どこ行っちゃったの？どこ行っちゃったんだよね？どこ行っちゃったんだよね？業務用スーパー的なとこ行ってんじゃないですか？この辺で業務用スーパーというと？なんかあるんですかね？アミカ。あー、アミカ。知らない店だ。買い出しっぽいなそれ。とあるって別に伏せることもないよね。あのニコニコ動画というサイトがありますが、あそこで昔生歌オーディションというオーディションをやったことあるんですね。あの、歌手志望の人たち集まれみたいなオーディションで、私そこに出たことがありまして、二次審査で落選したんですよね。なんですけどね、なんか気に入られたみたいで、その後の、三次審査って名前じゃないから、セミファイナルとファイナルに呼ばれてゲストで歌わせてもらったんですよ。でその後ね、終わった後にみんなが集まって高野祭っていうの、これもあのライブであの動画で流れたんですけどね、その時にみんなでステージに立ってみんなで歌おう、何歌うって話になった時、僕も呼ばれてたんでオリジナル歌を作っちゃったんですよ。だけど数日で歌う、あの覚えることができないとかいろんな意見がありましてね、まあ結局使えなかった歌なんですが、そういう背景で、歌手を目指した人たちがみんなで歌う歌ということで作った歌がございます。命かけて叫ぶ。コーラ見えるから。
安い。かけるということは命にかけて歌うんだ人生を歌うんだ。ゼロじゃなかったら、その声その歌を初めて聞いた時から、未来にあるべき歌といつも信じていた。忘れた時代の夢、悲しい世界の声、優しく力強く変えてくれる声。私が見た夢をあなたなら掴めるよ。私が信じた時代を生み出せる人、夢を叫ぶんだ。未来を歌うんだ。命かけて叫ぶもの、君がこの夢を諦めないと言うのなら、千円を投げ続けるよ、可能性のゴールへ。明日を歌うものとは時代を生み出す人、素敵な明日になれと言葉を紡ぐ。喋ってないですよ、言われたとおり。あ
でもさ、直しとしてさ、はい、こんな感じなの最初は。そうなんですか。そうなんですか。危ないこれ。朝までですよね。朝までですよ。悟ってこの深さには、そこら吹き出る部分の調査。駅前で歌ってる時にファンの人が一人いると、同じ人に同じ曲を2回は聴かせられるから、ずっと違う歌を歌わなきゃならないじゃん。6時間ずっと違う歌を選び続けて6時間。レパートリーがもう途中でどうしようって感じになりますね。レパートリーすごい100曲以上ありますね。すごい仕様にあったらちょっと動画入ったらちょっと動画俺はレパートリーよりも人間性が出てる。これね、この前だね、レバートリーなくてもいいんですよ。流される歌をね、歌ってくださいよ。ね、流せる歌。誰か泣かせる歌。歌を歌ってほしいですね。癒される歌をね、聞きたいです。ごめんなさい。ある日少年は夢を見た。果てしない夢をこの広い世界の向こうには何があるのか。ある日少年は聞いた旅人の歌を。この広い世界の向こうにはロマンが待ってるの。そうですね、はい。お酒飲め。お酒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 
もしも明日風が吹いたら少年は旅に出るだろう。もし今夜星が輝けば君は旅に出るだろう。うまい。なんかあの
タジオジブリみたいですよね。